いじめはいけません。いじめはいけませんね。その通りです。日本中、いや世界中の先生がいじめはいけませんと、えー、教えてきました。それはとても大切。しかし、それでもいじめがなくならないのはなぜでしょうかと。うん。強いやつに従ってればいいじゃないか。とか、みんなと同じことをして仲間意識を持ちたい。自分だけはいじめられたくない。みんなと違うことをするやつ見るとムカつく。という気持ちが人の心の奥底にあるからです。 ではどうすれば、いじめをなくせますかと。えー、あいつをいじめると反撃される、あいつヤバいやばい奴だから刺激しない方がいい、と思わせればいいんです、うん。いじめはいけませんというお説教を100万回するより、いじめられたらこう戦え、と一回でも教えた方が、いじめの防止には遥かに役立つと思います。そしていじめは国と国との間にも起こります。2022年の 3月の終わりになりました。ウクレナ戦争が始まってから1ヶ月。日本中が、いや、世界中が大騒ぎになっていますけれども、今回はですね、あの、どっちが悪いとかそういう話ではなくてですね、あの、この戦争がですね、日本人が、うん、戦争というものに向き合うきっかけを与えてくれたということについて、 もちろんあの日々砲弾が飛び交う中逃げ惑うです、ね、一般のウクライナの方たちのことを思えばもうひたすら胸が痛むだけですけれども幸いにして今回の戦争は日本からはるか遠いところで起こっておりましてですから日本人はですねちょっと引いて客観的に落ち着いて戦争について考えるという機会を与えて もらったといいう,うに思いますこれが台湾で始まってしまったらもうそんなゆとりないですからねはいですので、まあ、将来東アジアで起こりうる戦争に備えるということそういうですねあのー、シミュレーションをですね僕らが一人一人がやってみるという機会だと思っておりますそして狙ったわけじゃないんですけれどもちょうどこの時期にですね私の 新刊がですね、発売されます、えー。まさにテーマが戦争でございます。はい。こちら、バトル漫画で歴史が超わかる本。えー、超はすげえとも読ませるようですけれども、初漫画本でございます。えー、今からですね、えー、2年余り前、2000 19年、2019年に私あの戦争と平和の世界史というですね、えー、分厚い本をあれはタックさんタック出版さんから出させていただきでそれをですねお読みになった飛鳥新書の編集の小林さんという方からですねご連絡いただきましてあのー この内容を子供たちにわかるように漫画にしませんかと。まあこういうですね、えー、ご提案をいただきました。はい。それでですね、世界の歴史2500年をですね、18、18の戦いで、えー、描いてみようというですね、そういうことになりました。日本の戦いももちろん入って、 おりますでその漫画は戦いのシーン戦闘シーンがありますよねでいきなり戦いのシーンをやっても背後関係がわからないだろうから、えー、そこに至るその流れ、えー、背後関係をですね、えー、ちょっと文章で説明しそれから漫画が終わった後でその戦いの意義歴史的な意義 をですね、また文章で説明するということになりました。で、私の方からですね、文章の部分っていうのはとっつきにくいから、これを対話文にして、子供とですね、それから、なんかあの、年老いた賢者とのですね、えー、対話みたいにしませんかということを提案させていただき、で最終的にですね、小太郎くんというですね、中学生、 のところに、えー、古代ギリシャの歴史家のですねあのアテレス・パラタ戦争を描いたですね、えー、トゥキディデスという有名な歴史家がありますでこのトゥキディデスがですね、えー、その魂がですね舞い降りてでこのコタロウ君とですね対話をするとこういう設定にしたんですよでそのキャラクターデザインの方はですねデザイナーさんイラストレーターさんの 船山康明さんにお任せしましたですね。それで、こういう、こういうキャラになりました。はい。で、これがあの、小太郎くん。中学1年生。はい。で、これがあの、時 <laughs> 時、時でですって覚えられないから、月 G にしました。月 G ですね。はい。が、マイオリると。こういう設定で。で、 まあ最初はこういうこの二人の対話編がちょっとあり、ね。で、なんで戦いになったんですかという話を理解し、はい。で、いよいよ戦争が始まりますよと。で、こっから漫画ですね。漫画はですね、主に日本史のバトルものをたくさん書いていらっしゃる大久保山和先生にもうすべてお任せ、 いたしました。ししまで脚本だけを私が書いてでそれをですね、あのー、漫画にしやすいようにもう自由に手を加えていただいてそして、えー、と作画をすると、まあ、こういうことになってまして「かたらくん平和を守るにはどうすればいい?」「日本は平和主義の憲法なので軍隊は持ちません」で、学校で教わりましたけどうむ。 立派な憲法じゃ。今後日本が他国を侵略することはなかろう。しかし他国が日本を侵略してきたとき、どうやって平和を守るこういう疑問には歴史が答えてくれる見たまえ。ということで、えー、この南宋というですね、平和主義の国に対して、えー、北方民族の金が攻め込んできたときに一体何が起こったのかと、えー、こういうテーマ。 です。攻め込まれてる南宋の中でですね徹底抗戦をしようという学費将軍と、えー、いやいやもう武器を置いて、あのー、降伏しようという最小、えー、の深海との会話です。深海「北方の蛮族は貧しいが兵は強く何より大量の軍馬を持っておる一度や二度の戦いで我らが勝利したとしても最終的には敵の方が優勢になる」学費。 いや、彼らは。深海、遮って。そもそも、そなたの軍隊は皇帝陛下の軍隊である。陛下のお許ししに兵を動かすことは反逆行為に当たる。学費、ハッとする。深海。戦が長引き、民が苦しむことに兵府は心を痛めておられる。そなたが戦を続ければ、和平交渉の邪魔なんで。和平交渉の邪魔になる。直ちに軍の解散を命ずよ。学費。できませぬ。 深海。何学費。民は異民族の支配を望みませぬ。お国を守るため、義勇兵に加わった多くの仲間たちが支援を待っているのです。深海、民め息をつく。無駄であったか。深海、兵士たちに見えず。反逆罪により学費を捉えよう。兵士たち、学費に飛びかかり、拘束する。というシナリオを書きまして。で、これを 漫画にしていただくと。はいで。こんな感じで。まあ、もちろん内容をかなり端折っています。はい。そして私が一応チェックさせていただいて、で、OK が出ると、これが、こうやって、漫画になると。まあ、こういうことですね。はい。これをずっとこういうやりとりをやってまいりました。はい。で、最後にまたね、この対応がありまして。 金で平和を買う国はいずれ滅ぼされる。小太郎君。なんかムカムカする。なぜそう思うなぜって、深海ってどうして金の祈りなんですか深海は、金の実力を知っていた、戦いを続ければ国が滅ぶ。負け戦はどこかでやめなければならぬ。でも、学費を越さなくても、その学費は殺されちゃうんですね、深海に。学費を殺すことが金との和平条約だった 侵略されていなりになれってことですかそもそも簡単に侵略されるほど軍備に無関心だった南宋に責任がある金はそれ以上攻めてこなかったんですか来なかった毎年莫大な量の貢ぎ物が南宋から届けられるので攻める必要がなかったのじゃつまり南宋は経済援助で平和を買っていたのじゃところがこのあとですね今度は。 モンゴルが、モンゴルが攻めてくるということですね。で、またカツアゲされちゃうということですね。で、全体の構成ですけれども、18のバトルからなっていまして、ペルシャ vs アテネ、これペルシャ戦争、それからローマ vs ユダヤ、これユダヤ戦争、ヤマト vs 隋帝国、小野ノ,ノイモコのですね、対等外交の話、そして、唐、 帝国 VS ヤマト。これは白月の絵の戦い。ムハンマド VS 多神教徒。イスラム教徒のですね、いわゆるジハートですね。このイスラムの戦いについてはですね、非常に気を使いました。預言者ムハンマドを絶対に絵にしない偶像の禁止ですからね。はい。ですから、声とその周りの雰囲気からそこにムハンマドがいるってことをですね、あの、書いていただきました。 はい。それから、イスラム教徒、対十字軍、エルサレム攻防戦、そして、キントナン層、現、モンゴルと日本、そして、オスマン帝国とビザンツ、スペインとアステカ、スペインとイングランド、アルマダの海戦、そして、江戸幕府とキリシタン、シマワラの乱、プラスオランダ。 それから、イギリスとアメリカ、アメリカの独立戦争、ヨーロッパ諸国とフランス、フランス革命戦争、そしてフランス帝国とロシア、ナポレオン戦争、欧米列強と日本、幕末維新、下関戦争、そして大日本帝国とロシア、二次戦争、そして大日本帝国とアメリカ、真珠湾攻撃ということですね。 ナポレオン。ナポレオンのロシア遠征ですね、これね。はい、そして、日露戦争。はい。日本海海戦。そして、日米戦争。ですね。ポーカーをするヤモーティスロックと。 このチャーチルが、チャーチルが悪そうで僕は好きですね。これね。はい。これで我々は勝ったと。いうこと。で、後書きにですね、あの、この本を書いた思いっていうのをですね、えー、書かせていただきました。えー、いじめはいけません。いじめはいけませんね。その通りです。日本中、いや、世界中の先生がいじめはいけませんと。 え教えてきました。それはとても大切。しかし、それでもいじめがなくならないのはなぜでしょうかと。うん。強い奴に従ってればいいじゃないか。とか、みんなと同じことをして仲間意識を持ちたい。自分だけはいじめられたくない。みんなと違うことをする奴を見るとムカつく。という気持ちが人の心の奥底にあるからです。ではどうすればいじめをなくせますかと。えー、あいつをいじめると反撃される。あいつヤバいやばいつだから刺激しない方がいい。と思わせればいいんです。 いじめはいけませんというお説教を100万回するより、いじめられたらこう戦えと一回でも教えた方が、いじめの防止にははるかに役立つと思います。そしていじめは国と国との間にも起こります。ただい小さな国であっても、独立と自由のために武器を取って戦う姿勢を見せれば、周りの国々からは尊敬されます。戦争はいけませんというお説教を100万回するより、攻め込まれたらこう戦えと一回でも教えた方が、 戦争の防止には遥かに役立つと思います。スイス。スイスは、衛生中立国です。どこの国とも同盟を結ばず、個別的自衛権だけで国を守っています。女性にも徴兵制があり、政府は民間防衛のパンフレットを国民に配り、外交に占入されたら、こうやって抵抗しろと教えています。過去200年間、スイスを侵略した国はありません。一国で戦うのが難しければ、助けてくれそうな大国と同盟を組むという方法もあります。これを、集団的自衛権とか、 軍事同盟と言います。ただし、その大国が本当に守ってくれるかという問題もあります。で、ここまで書いたんですよ。ここまで書いて、それで、あとは出版だけっていう時になって、今回の戦争、ロシアのウクライナ侵攻が始まっちゃって、まさに、まさにこの通りになっちゃった。ウクライナという国は、で、ここからちょっと過失してたんですね。ロシアと組むのか、アメリカと組むのか、国内が割れて内戦になってしまいました。アメリカ派。 のウクライナ政府がアメリカと同盟を結ぶ前にロシアが攻め込んでロシア派を助けたのです。このままアメリカ助けなければウクライナはロシア側に取り込まれかねません。ということですね。まあこれがですね、全国の学校図書館に置かれればですね、かなり目覚める子供たちが増えると思います。はい。ので、ぜひですね、 学校の先生方、あるいは図書館の師匠の先生、手に取っていただきたいと思います。そしてもちろんですね、身近にですね、お子さんのいらっしゃる方たち、はい。ちょうどですね、新入学の時期でありますので、プレゼントにですね、最適ではないかと思っております。はい。ということで、改めまして、この本を一緒に作ってくださった 漫画家の大熊山和先生、そして船山矢崎先生に御礼申し上げます。この、この分厚さでお値段が税込み1500円ですので、かなりお得ではないでしょうか。はい。皆さん、目を覚ましましょう。よろしくお願いします。